個人的なことで言うと、昨日がちょうど、11月から始まったラジオ番組乃木坂46山崎怜奈の推しの一コマの収録がありました。ありました、収録がありまして、CBC ラジオって名古屋の局なんですけど、私は東京で収録してるんですね。だから何本かまとめて撮って収録放送として生放送内の一番組として流してるんですけれど、私の収録で使ったブースの次の時間、10時ぐらい、夜の10時ぐらいから、芸人さんのパンサーの向井さんが生放送で使ってらして、そう、東京のスタジオから名古屋で生放送っていう放送を向井さんはされていて、そう、ね、私が出て行ったブースがねいい匂いしたんだっていい香りがしたっていう風に向井の喋り方っていう番組内で言っててでも私昨日香水つけてないんですよ大学の後に行ったからそんな香水とかつけてなくて、いや面白かったですね。でしかもね、それそれをリスナーさんが便乗していじってんの、ほんと面白かったです。なんかもう男子校の男子の騒ぎ方を覗きにしてる感じでしたまあでも途中までしかねちょっと聞けなくて、今日の収録の準備があって聞けなかったんですけれど、ぜひ今度向井さんにはご挨拶に行けたらいいなと思っております。ほんとおかしかった。ぜひタイムフリーで聞いてみてください。多分番組の最初の方にその話してますね。はい、そんな感じです。皆さんこんばんは、パンサー向井さとしです。ということで今日は、CBC の東京の支社から生放送でお届けするということなんですが、まあ、実際この東京支社のブースね、前から言ってる通りも本当にこう物質汚いね物質みたいなところから、牢屋からお届けしてるって言ってましたけど、どうやらですね、この僕が生放送する前に、乃木坂46の山崎さんが、木曜日のね、中森木曜日のおしましの中のワンコーナーを今担当してるらしいんですけれども、その収録をやってたということなんですよね。だから僕とね、まあ、前に座ってくれてる 沼袋くんが、はい、このブースに入った瞬間に、なんか女の匂いがするぞおー、なんか女の匂いするぞつって湧き立って湧き立って、で聞いてみたら山崎さんがこの前に、収録されてましたよということでね。で台本とかもちょっとこうね、撮った直後のね、置いてあったりして、こう僕の番組とはもうなんていうんですかね、この台本から発せられる気みたいなものが全然違うというかね、なんかやっぱ俺の向井の喋り方の台本はなんかドヨーンとしてるのよなんか白なんだけど、同じ白なんだけど、やっぱ向こうの台本なんかすごいキラキラしてたよね、うん、なんか俺の台本なんかネズミ色みたいに見えてきたよ白いけど青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。